ちょっとやらしてやらしてって言うから、じゃあサイドだけねって言ったの。だってママがいいって言うんだもん。サイドだけ、サイドだけやらしてって言うから、おいいよ、じゃあサイドだけねって言ったら、こいついきなり耳の後ろまでこうやってきて、で、そのうち、耳の周りが全部髪の毛残してさ。ソロの気分で行くよ。ねえ、後ろやってな。後ろ伸ばしてやってやるんだけど。ねえ。ねえ、そこ伸ばしてたところ。なあ、お前。横だけつったじゃん。パパめっちゃ切ってるよ。やばー。気持ち悪い頭作りやがって。めっちゃやばいよ、カツラみたいで。でしょ。カツラまだ早いんだけどな。今からカノンを東京に送ります。イエーイ。ね、今だってもう11時半だからね。そうだよ、パパ明日休みだからいいけど。でもカノンはさ、3時に起きるから。あと だけどお前さ、だから普通にさ、電車で帰ればさ、やだ、パパとユバンはな、ねえ、行かなくてよかったんだ。やだやだ、ね、実家帰ってくるとめんどくさくなる。帰ってくるの、自分で帰るの。俺これで2回目だからね。うん、いや、何回目、夜な夜な、ね、カノンの家まで行くの。いいじゃん、いい思い出作りじゃん。全然。前回どうだった、2人で帰った時どんな感じだった。スムーズだったよ。スムーズだったよね、うん、あ、こっちね、オッケー、あ、こっちね、オッケー。パパちゃんと来てた。起きてただって、起きてたっていうか、うん、もう運転が怖いから起きてないって嫌だ。あ、確かに。言わん、こうじゃないってやつの時、うん、え、そうじゃないよ。何言ってんの。いや、最近違うの。最近ちょっと運転変わったの、運転の。え、いや、こうやって運転できないもん。こうじゃん。だってどうやって運転するのじゃん。でも最初の時こうだったじゃん、今。いや、上、手上とした。え、かも上とした。え、これだとさ、バランス取れないんだもん。ハンドルは10時10分だよ。ママがちゃんとこれだよ、いつも。ママ。ママそうだね。うん、あの人天然だから。そういう話すんの？うん。まあ、ママが好き好き言ってきたからね。出たよこれ。だってママ。ママに聞くとパパが好き好きうるさかったって言うじゃん。言うじゃんね。でしょ？言うでしょ？うん。え、でも見たやん、パパがママに。たくさん手紙送ってる。なんかカム見た、お猿のやつ。あ、モンチ。うん、モンチッチ。たくさん見たよ。ママ未だに持ってるからね。やばいよね。俺も多分実家行けばあると思うかもしれないけど。ちょっと郵送でやり取りしてたってこと？あ？郵送でやり取りしてたってこと？郵送じゃねえ、手紙だよ。なんだ郵送って。あれ記念日の時の手紙ってこと？違うよ。毎日っしょ？交換日記みたいな感じ？そう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 。一緒に働いてて。で、パパは社員に手出したってこと？まあ、そういうことだよね。じゃあ、冗談で、うん、ママに、うん、ママ試験だったの、カットの試験、うん、あの、下北沢で、うん、それで、お前試験で合格したら、うん、パパほら、一人暮らしだったから、うん、あの、そしたら、うん、お前合格したらうちに来いよって。あ、パパんちの家に。そう、うんうん、来いよって言ったの、うん、そしたらママは本当に来たの。ピンポンってなったの、11時ぐらい、うん、多分そんなぐらい、うん、で、本当に来たから、うん、あ、こいつ俺に気があんだな、あー、思ったんだ。それから、うん、攻めまくった。パパはママに、うん、誰が好きなの、自分にあると思うね。うわ、そういう人いるよね。それでママは、うん、答えた、パパって最終的にね、うん、ママシャイだしな。ママシャイ、シャイ、そう、ママシャイって自分で言うよ。ほら、なんかこう話しかけられたりとかするとさ、うん、機関銃のように話す。
立ち話はもう鬼長いよね。鬼長い。だからお店でもそう。カットの時鬼長い。一人一人に対してあれなんじゃない？いいところ。まあそうよ、ママにいいとこだよね。でもどっちもママみたいな感じだったらそれはそれでちょっと寂しいしさ、どっちもママみたいな感じだったらさ、寂しいっていうか多分続いてないよ。多分ね、あれじゃない？ママ、パパとママでママが2人、パパがいなくて、うん、ママが2人だったら1日3人ぐらいできないお客さん確かに。でも早い時は早いんだよ。なんかイメージはなんだ、パパが仕事、お客さんとかをこなしてママがお客さんを呼び寄せるタイプ。あー確かに、わかるっしょ、そういうイメージ。そうねえ、てかめっちゃ話ずれたじゃん。何の話？ママから。ママの話そんな必要？必要だよ。違うよ、なんでこの最終的にこの人にしようかなって思ったみたいな。参考にさせて、今後の。いや、もう参考にしたい。何なんだろうね。あんじゃん、一緒にいて楽しかったとかさ。あ、ママのここが、あ、まあ当時はそうだったかもね。何が？一緒にいて楽しかったかもね、あの天然が。ああ、うん、確かに、こう言ったらこう返してくるだろうなっていうのを逆返してくるとか。ああ、かわいいよね、ママ。すごい。話通じないもんね。多分ママって天然だから子供13人も育てられると思うんだよね、カノ。最近考えたの。確かに。だってさ、一人一人子供ってマジで育てるの大変じゃん、うん、でもさ、ママってさ基本なんかネジ抜けてるからさ、いい意味でさ子供たちに対して無関心じゃん、うん、すくすく伸ばさせてくれるじゃん。わ、うんうん、かる。伸び伸びだからね。そう、自由、うちら伸び伸び教育じゃん、うん、大事なことはママもちゃんとやってくれるじゃん。でもなんか褒めるのがうまいんだよ。あ、だから今もそうだけど、多分音読するのって当たり前じゃん、宿題で。うん、でそれするだけで、いや偉いよみたいな。小学校6年生まで音読なんてやる人いないよ普通。みんな自分で丸つけてやるからとか。カム自分で丸つけてた。でしょ。あと3時間後起きるとか。やだなぁ。やだなぁ、あと1時間かけてまた家に戻るの。なぁ、言わん。ね。だってもともと送ってもらう気だったもん。そうだよ。満々だったでしょ。だよ。満々だったよ。しょんべんしたいんだけど。かの全然。やだ。パパのおしっこ強烈だから。座ってするならいいけど。アンモニア臭最高だからね、俺の。マジでやだ。座ってしたわ、しな。はい、ということで、もう少しでカノンチ着くので、終わりにします。バイバーイ。バイバーイ。